ブダペスト市内に置かれたハンガリー革命時の指導者像。左からサムエリティボル、クン、ベーラ、レントラーイエネクンベーラは、ハンガリーの共産主義者、政治家。誕生時の名前は、アーベルコーン。クンベラと表記されることもある。1886年、シラージ県、シラージチェで生まれた。第一次世界大戦において、ロシア軍の捕虜となり、そこで、 共産主義者となった。1918年秋、オーストリア・ハンガリー帝国が敗北し、ハンガリー民主共和国が独立すると、君は帰国して、ハンガリー共産党の指導者となった。翌1919 19年3月、ハンガリー共産党は、ハンガリー革命を起こして、カーロイミハーイの政権を倒した。君は、ハンガリーソビエト共和国の成立を宣言し、 事実上の主犯となった。しかし、元来保守的なハンガリー人の多くはこの政権を歓迎しなかった。ジヌシア農民、カトリック教会は、急進的な改革に反発し、軍は激しい弾圧で、これに応じた。その頃、旧ハンガリー領スロバキアを、チェコスロバキア共和国軍が、旧ハンガリー領トランシルバニアを、ルーマニア王国軍が占拠していたが、 外部の圧力に対抗できないハンガリー・ソビエト共和国政権は支持を失いつつあった。4月16日にはフランスの支援を受けたルーマニアがトランシルバニアから侵攻した。軍はスロバキアからチェコスロバキアを追い出すことで支持を勝ち取ろうとするが失敗した。6月にはハンガリー王国の復活を掲げたホルティミクローシュ、率いるハンガリー国民軍が全土で放棄した。 8月にはルーマニア軍によってブダペストが制圧されハンガリー・ソビエト共和国は崩壊した。軍は一時オーストリアに亡命し、1920年7月には第一次世界大戦の捕虜と交換されてソビエトロシアに亡命した。亡命後の軍はコミンテルンのメンバーとして活動した。1921年にはバイマル共和制下のドイツに派遣され、 ドイツ共産党の指導に当たった。3月21日にはマンスフェルトで共産党が放棄する事件が起こっているが、この放棄を指揮したのも組んであった。しかし、放棄は最終的に失敗し、コミンテルンの第3回世界大会で激しく批判された。その後、彼はスターリンの大粛清に巻き込まれ、1937年5月に逮捕。 1939年11月に銃殺された。1956年にスターリン批判に伴い名誉回復した。ありがとうございます。